皆さんこんにちは。今月も始まりました心と体のダイエット。この番組は人生を幸せにする3大要素、ボディ、マインド、スピリット、この3つをさまざまな角度から組み合わせ、皆さんの心と体が健康で美しくあるための情報番組です。お相手は心と体のナビゲーター、ウォーキングカウンセラーの勝木理恵です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今月はですね、ゲストをお迎えしての週となります。週月、まあ、どっちでもいいね。はい、となります。もう今日ね、何の話かなんとなく想像つくでしょ。これで想像つかないって言ったらちょっとね、鈍感な人になるね。はい素敵なカバンを、作ってらっしゃる、すごい熱い思いをね持たれてる方をご紹介させていただきたいなというふうに思っております。私がねちょっと長々話すとその後がちょっと押し押しになっちゃいけないので、今日はさっくりと CM 行きたいと思います。 CM どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。はい、ということで、今日はですね、ハレルの高柳みのぬさんをお迎えいたしました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。高柳です。よろしくお願いします。はい、高柳さんとはね、はい、とある交流会で出会ったんですよね。そうですね、とある妙に盛り上がってしまって、そうずっとね、たまたま隣でずっと話してたら、なんかこうメンタルのこととかも勉強されてるし、そうですね。はい、で着物を関係なんですよね、お仕事。あ、そうなんです。着物関係で、もともと着物用のカバンをこう成人式の日とかに持つ、こういうちっちゃい、丸っこいやつを作ってるようなカバンの家業のこう、まあ、後継ぎのような形にはなるんですけども、まあ、その中でその新しいことを考えていくっていう、でそのヒントを得るためにいろんな交流会とか行ってたんですけども、まあ、勝木さんと出会って、普通交流会とかでそんな喋り込むことはないんですけども。あ、そうなの。あんまりないですね。結構長いこと喋って話したよね。そう結構長い間喋ったほぼほぼ2人でしか喋ってないっていうね、その日ね。そうそう、この打ち合わせの時もめっちゃ長いこと喋ってましたもんね。そうびっくりしたね。3、4時間ぐらい喋ってましたねいや、なんか考え方のベースがすごい基本似てるんですよね。あ、そうかもしれないですね。なんかね、Facebook かなんかの話から、うん、なんかおはようおじさんみたいな話になってしてる、おはようおじさんでね、あの女子のね、あのところに回ってきてはおはようございますだけコメントを落としていくとかね。おはようございます、今日も綺麗ですねおはようございます、今日の天気は何々です、知らんがなっていうね何の記事でもおはようございますとか、もうそれしか書かないおはようおじさんの話とか言って、あれってコミュニケーション的にどうのこうのみたいな話盛り上がったんですよそうですね。なんかお仕事何してるんですかみたいな流れで、はいはい、でお着物の話になって、はいはいはい、で私も着物を着るし、あ、言ってはりますよ ね、うん、ね、はい、で何よりもやっぱりね、高柳さんのその志が私すごい好きと思って、 ありがとうございます、はい、このシャナナにね、あの来ていただいて皆さんに聞いていただきたいなと思ったんですけど、はい、2代目になるんですか。そうですね、あ、2代目です。うちの父が、36なんで、36年前に独立して始めて、ですんで僕2代目ですね、はい、まだ完全にこう代表権を移ったわけではないんですけども、まあまあほとんど中心的なことはやってるということですね。なんか2代目ならではの苦労ってね、やっぱ私もいろんな方とお会いするので、結構そのパッと見、親の家業を継ぎましたっていうふうに聞くと、わあすごいですねって言われる方非常に多いんだけど、やっぱ2代目ならではの苦労、3代目ならではの苦労があるっていうのがね、はいはい、まあ、なんかちょっとお話伺って、やっぱりそうですよねっていうところから、まあ、どんどん話に引き込まれていったんですけど、なんかそのあたりのお話とか聞いてもいいですか。いや、もう僕も後継ぎの仲間がすごくたくさんいてるんですけども、やっぱり2代目あるあるとして、こう私もその別の会社に勤めてて、でその家業に戻ったんですね。そうすると
その家業2代目会社の中ってすごくこう会社の中に出来上がった空気感があって、まあ言うなればぬるま湯な環境であったりとか、こうなんて言いますかね、こう会社だけども家庭を持ち込んでるとか、そういうものがあったりとか、古参社員さんがこう、働いてるようで働いてないとか、なるほど、そういうことがすごくあるんですね、うんうん、で私の場合とかでもやはりうちの母と衝突したりですとか、考え方がこう合わないというか、何かを変えようって言った時に、いやそんなんできるわけないやんっていう話が出たりですとか、あとまあ古参社員さんとかがこう何かを改革しようとした時に壁となってこう立ち上がってきて、私らは昔からこういう風にやってきたんやみたいな風にして、そういうのプロジェクト X で見たことがあるそうです、これは本当に後継ぎあるあるで、もう皆さんがぶつかるこう壁なんですね。でも意外とそういうのって教えてもらえるとことかも少なかったりとかして、まあそういうこうものもいっぱいあるんですけども、まあまあこれ言い出すと後継ぎの話でめっちゃ喋っちゃうんですけどねいいよ、途中で切れるかもしれないけどそうなんですよ。なんかね、やっぱこの特にその業界が着物の業界じゃないですか、はい、で着物の業界ってやっぱ古くから続いてる、まあ、あの高柳さんのところは2代目かもしれないけど、はい、着物業界っていうものが本当古くからあるから、はい、多分普通のお仕事の中でも苦労はあるけど、特にまた独特の世界観だったり独特の苦労があるんじゃないかなと思うんですよね。やはり一番の問題っていうのがこう僕2つあると思ってるんですけども、まあ、1つはそのエンドユーザーさんが求めてるものっていうのが供給されにくい構造になってるんですね、うん、と言いますのもそのやっぱり、まあ、皆さん大体知ってはると思うんですけど、流通段階が結構長くて、でその間で伝言ゲームのようなことが行われてて、でかつその、やはり着物でも女性がこう使われるものが多いと思うんですけども、その間で企画されてる方って大概結構年配目の男性の方やったりするんですね。その方々がそのエンドユーザーの方向を向くんではなくて、直近の先のお得意先さんのこう、まあ、こうご意向を伺いながら忖度しちゃってこう繋がっていくんで、こうユーザーが求めてるような商品ができにくいと、まあ、以前あった話とかで言いますと、成人式の時のカバンを作るっていうのをこう企画、新しいことを考えてた時に、その百貨店とかその売り場をちょっと巡ったんですね。でバイヤーの方に、バイヤーじゃないですか、店頭で売られてる方に今ってどんな求められてますってこう聞いたら、あの売り場の方ってやっぱ女性の方、20歳ぐらいの方でも今って化粧ポーチ入れて、携帯電話入れて、まあ、ちょっと大きいものがいいって言うてはりますよってことをこう教えてくれたんですね。あ、大きいものがいいんだって思って、大きい型紙をこう試作してサンプルを作って、それをこう、まあ、あの既存のこう得意先ですとかそういう方のところに持ってったりとかすると、いやーやっぱり成人式のカバンって、振り袖のカバンって丸くてちっちゃいもんだからみたいなことがこうあったりとかして、まあそれはもう、そういうもんなんだなって思っても、その時はもうそれでこう、まあそうなんだって思ったんですけど、いやでも本当にそれはね、エンドユーザーとしてはめっちゃありますいやもう本当にさ、結構携帯もどんどん大きくなっていくし、はいはい、お財布もまあそれ用にちっちゃいお財布にしたりとかもするけど、やっぱちょっと面倒じゃないですか。そうですね。で、まあ成人式の時だけじゃなくて、やっぱりお着物を着る時って、その他のまあ例えば同窓会だったりとか、ちょっとしたパーティーとかもあると思うんですよ。そういう時にセカンドのもうサブのバッグを何個も何個も持っていかないといけないとか、なんかこれもうちょっと大きければみたいなのはね、本当ありますね。そういうのがちょっとこう伝わりにくい業界でもありますし、でまあやっぱりワストバッグってあの、画像とかって出たりするんですかね、昔ながらのこうやつ出るかもしれないですけども、昔ながらのやつってこうちっちゃくて丸くて、あと着物でしかやっぱり持てないですね。そうなんですよね。でまたあれね、着物でも選ぶでしょ。あ、そうですね、そうですね、まあ、例えばあのキンキンキラキラのやつをどの着物の時でもあれが持てるかっていうとそうじゃないから、めっちゃカバンも種類が増えるし、じゃあこれいつ使うのっていうと、そんなに使う時ないみたいな。使う時がですんで、正味何回使いはるのかなって思う、まあ確かに長持ちはするんですよ、2台3台で使えるっていうのもあるかもしれないんですけども、やっぱりそのこう好きなものなので、こうお出かけの時、普段のお出かけでも使っていただきたいですし、こう実用的なものを作っていきたいなっていうのがあったりもしたので、でトートーバッグなんかもあるんですけども、その既存のトートーバッグって本当にこう弁当箱みたいな形で
硬くて重いんですよね、うん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 、でそう考えるともう本当あれも着物でしか持てないですし、うんうんうん、で作ってる、まあ、私も作ることもありますし職人さんたちと一緒にやることもあるんですけども、やっぱみんな口を揃えていうのはこれは実用的じゃないよなっていう話を、あ、作られる方自身でそういう話が、やっぱりパートさんとかも、ね、特にパートさんとかも言ってるんですけども、うんうん、まあこう使用できる美術品だなこれはみたいな話をしながら作ってるし、美術品でなんか分かる気はする、うんうん、だから使える美術品っていう位置づけかなって僕も、確かに綺麗ですごいいいものなんですけども、まあ、実用的ではちょっとないかなっていうところはあるなっていうふうに、でまたそれなりにお値段もするでしょ。そうですね、そうなんですよね。で、まあ、それはもう、うんね、誰が悪いとかそういう話で私もその業界が悪いとかそんなんは言うつもりもないんですけども、まあ、事実問題としてそのエンドユーザーの声が聞きにくいという問題、届きにくいという問題、あと後継者がやはりもういてないんですね。これもすごく問題で、そのすごくこう、まあいいものでお値段も張るようなものを作ってるんですけども、やっぱり作ってはる職人さん、私たちはその企画してそれをこう職人さんの元に届けて加工していただくんですね。あの、まあ、一部社内で作ったりもすることもあるんですけども、基本は夫婦で独立して職人さんとしてやってはる家族の元へこう出来上がりじゃないですか、材料を持って行って加工していただくんです。でその職人さんって夫婦でもう週1回ぐらいしか休まないんですけども、月ずっと働いて、もうやっぱり今やったら夫婦で月収25万円とかもうそれを割るっていう、まあ今なんてコロナとか影響してるんで、もうもっともう目も当てられないような状態なんですけども、そういう風になってきて、でその私も入社して最初の頃とかその配達の仕事とか結構やってたりして、で職人さんのおじさんもその当時で10年ぐらい前で60回ってはったんですけども、いやおじさんってこう息子さんこの仕事継がないのってこう聞いたら、おじさんやっぱりあの言い張ったのが、いやねって言って、お父さんみたいなこう休む間もなくて働いてて延々同じことやってる、なんかかっこ悪い仕事を継ぐの嫌やわみたいなこと言われたんやって、悪いか、まあ、それ聞いたら僕もちょっと何も言い返せなくて、でまあバブル期とか昔はそういう方でもすごくやっぱり収入取られて倍ほど取られてたりとかいい時期はあったんですけども、やっぱ現実問題として今そのすごく職人さんたちは厳しい状態になってきてて、で息子さんやこう子供さんたちが親御さんを見た時にかっこいい仕事って思ってもらえなければ継ぎ手がいないしってなってくると、もうどん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 業界っていうのは潰れていくなっていう、そのこの構造を見た時にこうエンドユーザーのためにでと言い過ぎかもしれないですけど、ユーザーが求めるようなことを具現化できないような状態と、片や反対側で生産者たちが悲鳴を上げているって、この状態、この仕事は一体何のためにやってるんだろうっていうのを疑問に感じたのがすごく大きいですね。本当にね、あの私が着物をよく着るようになったのは本当に6年ぐらい前からなんですよね。でその時 の着付けの先生にやっぱ同じようなお話を伺って、で着付けじゃないわ、その職人さんが今はあの土日、普通に平日はサラリーマンをしていて、土日にやるぐらいじゃないと生活が成り立たないっていうお話を聞いて、すごい衝撃で、で閉めるその仕事を辞めてしまうことは簡単だけど、新しくそれを復活させることってなかなかできないじゃないですか。難しいですね、もう辞めるともうそれでおしまいですよね。ですよね。で考えた時にもう本当この、まあ、日本は伝統がすごい素晴らしいっていろんなところで言っていただけるけど、その伝統が継承される状況じゃないなってすごく思ったんですよね。だからこそなんか今回こう高柳さんとお話をさせていただいた時に、その時の気持ちがこうこのままじゃいかーみたいなそうですね、その本当に誰が悪いっていう話ではなくて、その間に挟まってる方々が悪いとかいうのもなくて、その、現場で販売してる方が悪いとかそんなんではないんですね。ただ事実問題として課題があるっていう、ここを何とかしたいっていう、うん、そうですよね。でそれがその既存の枠組みの中でちょっと難しかったりもするので、まあ、ちょっと自分で動いてみようっていうのがこう今のこういう活動になってきたりもするんですけども、今日こちらに持ってきていただいてるおかばんっていうのが、テーマが和でも洋でもどちらでも持てるっていうのがね、はい、一つのテーマなんですよね。まあ、でも洋でもどちらでも持てて、あとあの素材もちゃんとしたものを使うっていう、これも和装あるある、なんあんまりそのこうなんて言いますかね、
悪口を言うつもりでもないんですけども、うん、あの一般的に多いのが和装ってその合皮や塩化ビニールっていうのを使ってることが多かったりして、そうなんだ、合皮なんか使ってたりこう数通にするんですけども、うん、あのよくあるレンタル屋さんであるやつとか、うん、まあ、あのよくあるわりかしリーズナブルなやつとかは、うん、まあ、合皮やったりするんですね、うん、まあ、たまに一部高いやつでも合皮やったりするんですけど、うん、そうすると何が起こるかと言いますと、一回使いましたと、うん、で、あ、また次の時のために置いときましょうって言って、うん、倉庫の中に置いといて、でまた次使おうって思った時に、あの加水分解ってあのべっちゃべちゃになるんですよね。あの靴の裏がこう取れるみたいなのとか、コロコロするみたいな感じですか？ですので帯とかあの表層は綺麗ですごくいいものなんですけども、付属に合皮とかを使ってると2回目使えないっていう、これもすごく悲しいことなので、そういうのがないようにそのやっぱりレザーを全部使っていこうっていう、この付属に。なるほど、そういうふうに思ってやってます。だからもうこれは全部本革で作られてる。そうですね、これに関して言いますと付属は全部レザーですし、こういうとこにはこの、七面所ってターキーを使ってみたりですとか、そうですね、あとはこの老血染めって染め物を使ってみたりですとか、有名。これあの一応リバーシブルになってまして、あ、本当だ、裏はあのターキーが前面に出てて、本当だ、間には老血染めが入ってる。なるほどね、ちょっとそういうところにこだわりが。そうですね、パーティーとかでモテるかなっていう、うん、そういうところ でこれあの取り外しができるんで、こうかけることもできますし、こうやってかけることもできますし、取っていただいたら、あ、クラッチ、うん、クラッチのようにこう使えるっていう、うん、あ、いいですね、そういう風にね、アレンジができるのがいいですよね。そうですね、いろんな用途があった方がその、うん、やっぱり使われる方にとってすごく便利なので。なんかね、このお写真、お写真じゃない、はい、お写真じゃない、写真じゃねえよってあの、はい、おカバンを見させていただいてて、はいはい、このデザインが非常に多いなと思ったんですよ。これは何か意味があるんですか？そちらのカバンもそうですよね。市松模様ってその昔から日本にあるその末広がりですとか、継続するとか、そういうまあ縁起のいいっていう意味もあって、これを入れたりもしますし、あとまあ延期になりましたけど、オリンピックも市松模様ですよね。あお、なるほど、はい、あのエンブレムですか、まあ、日本古来のもともとあるようなものでそのデコレーションしたっていうのと、やはりもう絶対に被らないっていう、まあ、一つこのデザイン特徴的なので、すごくこの、まあ、実際に持ってくれてる方とかもいるんですけども、言われるのがその友達に言われるらしいんですよ。何それって言って、珍しいねっていうふうに、その時にこう、いや、これ実はこういう、こう、老血染めとかを使っててって言って、そこからその方って自分のこう、例えば茶道とか習い事とかは、あの、自分の培ったアイデンティティの話を自然な形で入ってって喋りはるんですね。だから、そういうふうにこう、ちょっと目を引いて、そこから自分のこう趣味とかを喋っていくっていう意味では、こう、すごく受けがいいと言いますか。やっぱり自分から、私、お茶やっててねとか言い出したら、ちょっと鬱陶しいじゃないですか。鬱陶しい。なるほどっていう、そういう意味合いも込めて、まあ、もっと技術的なことを言うと、これ本当にあのここをこう小さい革のテープでこう留めて、それをミシンで走ってるんですけど、これ一緒に組んで貼る職人さんっていうのがもうものすごい腕のいい方で、それをこれミシンのフリーハンドで縫うてやるんですよ、定規を使わずに。これ立体的に交差してるので、これはもうあの、よくある大量生産品では絶対作れないんですよ。だから海外とか中国とかでも当然作れないですし、そういう意味では高い技術力があります。なんかね、このね、カバンがさ、ちょっと、はい、よいしょ、ごめんなさいね、はいはい、これなんか着物っぽいといえば着物っぽいような、着物っぽくないといえば着物っぽくないような、これは西陣織なんです。おお、すごい。私あの後継ぎの友達に西陣織の織元の2代目の子も、2代目3代目ですかね、まあ、言ってまして、まあ、そういう方とこう、まあ、あの話し合いって言いますか、あの、まあ、帯をこう見せていただいて、気に入ったんでこれで作ろうって言って作ったんですけども、見るかな、光って見えないかな、めっちゃ可愛くない？珍しいですね。うん、そう、今度ね、あの、まあ、なんかそうやっていろんなお話をさせていただいた時に、うん、ちょっと盛り上がってね、あ、そうですね、イベントをね、させていただこうかなっていうことを企画してるんですが、まあ、この、なんかね、ちょっとね、邪魔したいね、ちょっと落ち着いたらやりたいですよね。その写真、こういうのを持っていただいて、勝木さんがそのウォーキングじゃないですけどポーズ決めていただいて、まず、あの、もう大阪芸大放送学科卒でカメラ大好きなんで、そう、あの、って言ってて、セミプロぐらいは余裕でもポートレート、特にポートレートって人撮るの好きなので撮って、
まあ、そういう、こう、まあ、写真もプレゼントしの、そう、いろんなことをね、ちょっとね、楽しく企画をね、しようと思ってるんですよ。でもやっぱり一つはこういう伝統をいい形で受け継いでいくっていうこともすごくしていきたいなと思うし、本当みんなが集まることによってその思いってどんどんこう拡散されていくところってあると思うんですよね。でやっぱり私の周りって結構そういう写真を撮ってもらうっていうことがすごいお好きな方たちが多いので、どうせ撮るなら綺麗にでね、もうさっきね大阪芸大出てるとか言ってたんですけど、私実はね大阪芸大の推薦受けて落ちた人先輩になり損ねた人200倍とかだったのよ私の時。僕の時3倍やったんで全然違いますいやこの行動の中受かるの何人みたいなってことで私はねもうめっちゃ飲まれてねダメだったそうでなんかそういうとこからもうすごい話が盛り上がって、でやっぱりこの基礎をねちゃんとやってる人っていうのはすごくやっぱり見てて画像が安定してるんですよ。これ趣味でやってるって言われる方ももちろんいっぱいいらっしゃるんですけど、趣味でも基礎をちゃんと抑えてる人と単に言ったらあかんかな円だけでピピピピ打ってきた人とだって構図でね日の丸写真って分かるかな分かるかな、ここ写真があって頭がさど真ん中にあるやつ日の丸写真って言われるの、業界ではね日の丸写真のプロカメラマンなんかありえんやろって私も思うんだけどプロではないですよ ですよね。でもねそれお金もらってたりとかすんのよ恐ろしいとかねやっぱさ普通にちょっと、まあね、ちゃんと基礎を習ってきた人間からすると黄金率があって、ね、画角にはね、うん、で意図写真を撮る時には意図があってとか、どこを見せたいかとか、そう、まあ、光をどう入れるかとか、そう、ね、でまあ、私はビデオ、うん、ビデオか、あ、私もビデオですよね、放送そうですね、放送が、うん、でだから一緒なの、放送系のビデオ系をやって、学んできて、でカメラの方に移行したってね、はい、いうところもあって、あ、もうそれはもう素敵な写真を撮ってくれるのは間違いないと思っているねそうですね、まあ、自分のところのホームページもそうですし、写真も基本的に自分で撮ってるっていうのもありますし、こう、まあ、前職外食系で働いてたんですけども家業に戻ってからもしばらくちょっと写真撮ってよとか言われてメニューの写真撮りに行ったりとかもしてたので、うそう、はい、この間ちょっと見せてもらったんだけど素敵な写真多かったね、もうほんとねコロナが落ち着いたらやりたいこといっぱい、ね、確かにそうです、ね、なんかまず着物で来ていただいて、でおカバン持ってお写真撮って、で着替えてお洋服に着替えていただいてまた撮り直すとかね、どっちでも合うでしょうみたいな感じで写真は高柳さんが撮ってくださって、でポージングの方は私の方が指導してみたいな感じでやりたいなというふうに思ってますので、はい、ぜひでね私結構うるさいからさ、こんな感じのデザインがいいとかっていうのを散々言ってこういうのがいいのよ私の周りはそうです、その勝木さんに教えていただいたのでもうちょっとこう新しい新作も投入していこうかなと思ってますのでそう、いや好みだからね、いろいろあっていいとは思うんですけど、やっぱり私がお声をかけさせていただくのは私の感覚に近い方が多いのでなんかいろんなめちゃぶりをめちゃめちゃしてますなのでね、きっとねイベントもね楽しい形でねできるんじゃないかなと思ってますので、はい、また落ち着いた頃にねブログだったりフェイスブックだったりとかで告知させていただきたいと思います、はい、で高柳さんの、ホームページだったりいろいろなところにアクセスしようと思ったらどうすればいいですか。普通にインターネットの Google でも Yahoo でも検索で、うん、ハレル、カタカナでも大丈夫ですし、ローマ字でハレルでもいいんですけども、うんうん、スペース入れていただいてカバンって漢字でもカタカナでも大丈夫ですわ、うんうん、入れると出てきます。わ、うん、かりました、はい、まあ本当にコロナ終わったらいろいろしますからね、はい、そうですねということで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。衣装提供のコーナーです、今月のご衣装も御堂筋線中津駅
5番出口にあるフレージュ ACD シンクさんからお借りいたしました。そして、おカバンはですね、先ほどの、高柳さんのハレルのカバンになります。ほらお洋服に合わせてもすごい素敵じゃない、両方持って素敵じゃないっていう姿はちょっとどうかと思うけどこんな感じか、こんな感じ、いい感じですね、素敵です。高柳さんこれちょっと一回取りに来さすなぜならばちょっとこれね高いところに乗ってるのでねあんまり動きたくないの穴開いてるの、しかも危険なやつはい。で、今日のねお洋服ね結構可愛いんですよ、これいろいろと、まあ、前でリボンでねこう留めてあるタイプなんですけど、まあ、これ後ろでねこう結んでもいいとは思います。で、何よりも素敵だなと思うのがですねこのスカートなんです。でこのスカートどんな感じのスカートかっていうのは、この後ちょっとこの上を脱いで見ていただきたいと思いますので一回脱ぎます。はい、着替えました。はい、今は5月ですけどねこの後まあ どんどん夏になっていくということでキャミソールで合わせる方もいらっしゃると思うんですね。で、ちょっとね見ていただきたかったのがこの巻きなんです。このスカートってでここボタンで留めるようになってます。何個かあるので自分のウエストのサイズに合わせていただいて、でどこに合わせるかによってまたこのねリボンの長さというかこの角度が変わって、上がいい人はこの辺で結べばいいし、下でちょっとデザイン性を出したい方はねこの辺で結んでいただくと雰囲気が変わってくるので結構これはね使えそうです。面白いなと思いました。そしてこれ完全にねあの巻きになってて下が薄い素材なんですよね。なので、自分の持ってる黒いスカートとか紺色のスカートとかって合わせてもらうとこんな感じで透けて見えて雰囲気がどんどん変わってくると思いますので、ぜひねこれはちょっと実物見ていただきたいなというふうに思います。で、実はですね今グレイジさんがセールをしてまして、それも普通のセールじゃなくてシャナナを見てる人に特別にセールということをやってくださってます。なのでお店に行ってシャナナ見ましたっていう風に言っていただいたら6月までの方は、セール対象になりますので、ぜひ行っていただきたいなと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。